これパフィームが出ていたんですけども、その、答えるとだんだん回が上がるというやつが 見たんですが、で8回ぐらいで千正雄の、千正雄だったと思うんですが、雪国のなんとかというのが出て、でそれで引っかかってしまったんですけども、まあそれぐらい。あとはお試しかで、餃子の王将というのをやっていたんですが、出ていたのが伊集院光とあとザキケア、アンタッチャブルの山崎が出ていたんですけども、あとは彩りを備えた三河女子アナが2人、前田なんとかと、あともう一人は名前わかんないですが、が出ていました。まあ餃子が一番で、その後はちょっとよくわかりませんでした。